地球の愛する友よ。あなたは最も深い夢の中で完璧を切望しています。経験と可能性についての知識がなければ、その切望は存在しないでしょう。しかし、あなたの心の奥底には完璧が存在します。本当の場所、美しい人生。私はあなたがあなたの起源を思い出すのを手伝うために今ここにいます。一緒にこの真実を探り、内なる光を活性化しましょう。完璧な平和を想像してください。これが全てを物語っています。平和は存在の最高の周波数だけを許すからです。平和が全てをカバーするレンズであるとき、内なる世界や外なる知覚世界に戦争の概念はありません。誰もが完璧な、健康で繁栄していると想像してください。死や苦しみはありません。クリスタルハートで光の循環を理解しています。強さと活力のあるすべての体の美しさを想像してください。撫でられるためだけに近づく大きな動物を想像してください。虎、熊、象が小さな子供たちと一緒に光るボールを投げて遊んでいるのを見てください。妖精が実在し、ドラゴンが昔からペットだったことを想像して、喜びを感じてください。愛と優しさに満ちた、他人が自分と同じように愛される世界を想像してください。何も欠けることのない繁栄を想像してください。お金は必要なく、誰もが絶えず与え続けます。色とりどりの花が咲く青々とした草地。大きな果物や野菜のある庭園のワンダーランド。汚染のない澄んだ水を想像してください。すべてを想像してください。人生が一瞬一瞬に祝われる安全な世界を想像してください。クリスタルマウンテンのそばで、外で歌ったり、踊ったり、楽器を演奏したりして楽しんでください。すべての瞬間に、テレパシーが存在することを想像してください。愛するペットや友人に電話をかけることは、沈黙していてもはっきりとできます。友人たちがニュースを共有するために訪れる中、乗り物が、クリスタルアーチの横に着陸するのを見てください。そして、銀河の探検が待っているあなたの前に座っている大きな乗り物を想像してください。壮大なスピードで星々の間を舞い上がるのは、あなたのお気に入りの娯楽の一つです。あなたが最後にもう一度地球を訪れている偉大な光の魂であると想像してください。シーンと呼ばれる場所は、終わることのない旅の次の目的地です。これらの贈り物はすべて本物です。あなたは、それらを思い出さなければなりません。もう一度、あなたは、これらすべてとそれ以上のものを楽しむでしょう。光は新しい周波数で、あなたを呼んでいます。これらすべてが、どのように、展開するかを想像し、それをあなたの強い信念と知識と一致させてください。真実は絶対であり、存在のベールはエーテルに落ちています。あなたが全てをもう一度見ることを想像してください。私はあなたを迎えるためにそこにいます。エイイケマイエア。私はあなたをとても愛しています。